この番組はご覧の各社の提供でお送りします。ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。新車情報97の時間です。私は風邪をひいていつまでも抜けませんが、風邪でお悩みの方いらっしゃいますか。どうぞお大事に。今日話題の中心にするのは BMW、先ほどあの写真とか全部見せていただきました。そう、はい、この3台について何か思い出はありますか。そうですね、はい、これはね、僕の身分からするととても買える車じゃなかったんです。今あなたが挙げた車ね、はい、で Z1 というのはね、友人が持ってるもんですからね、乗ってみましたよ。でね、面白いアイデアがあるなと思ったのは、ドアはこうヒンジ開きといって、こういうふうに開くんではなくて、下にこう沈み込むんですね。だからミニスカートのお嬢さんが乗り込むなんていうのはちょっとやりにくいんだけれども、こうピョンとこう飛び乗って乗っていくというような感じで、なかなか面白いなと思いました。そうですね、楽しいですね。それからサイドインパクト、横からドーンとぶつけられた時に、その沈んだドアの、収まるところがしっかりした部材で、安全性も保っているとかね、そういうところもしっかりしてた、なかなか面白いと思いますよ。そうですか、はい、今回の4代目ロードスター、この Z3 はいかがでしょうか。これもね、私の生活にはあまり縁のない車なんですが、しかし暮らしにもし余裕があって、はい、道路の状態が今よりももっと良くて、はい、気持ちのいい、天気の時には、あれば乗ってみたいと思いますね。そうですね、お天気が良くて道路が良かったらもう本当に、そうでも仕事のためじゃなくて、はい、車に乗るために乗りたいという感じがしますね。そうですね、みんなが憧れる車ではないですか、ね、どうでしょうね、憧れてだけいますけどね、はい、はい、よろしくお願いします。それでは今日スタジオにお持ちいただいた車をご紹介いたしましょう。BMW ジャパンより、 BMW ジャパン創立15周年を記念して限定発売となりました Z3 ロードスターアニバーサリーに、5速のマニュアルトランスミッションがついたものです。お客様は BMW ジャパンの BMW and ローバーエンジニアリング本部の統括部長をなさっている山根健さん、もう一人はコーポレートとコミュニケーションズグループの製品広報部の専任課長をやっていらっしゃる依田隆之さん、このお二人においでいただきました。もう顔なじみでございます。で、山根さんのポジションが BMW and ローバー、はい、今度ローバーが増えたわけですか。はい、そうです。あ、そうすると輸入元の会社は違っても、はい、技術の統括は山根さんのところでやってるということですか。はい、そうなります。あ、そうですか。技術の統括ってどういうことやってるんですか。はい、私どもがやってることは、はい、まず一番、輸入のためのホモロゲーション業務、これは、役所との折衝ですから、2つを1つにしても何の問題もない。そうですね。それからあとは特に日本に入れる製品についての事前テスト、それから技術的な解析、そういうことをやって、本国ドイツ、イギリス、それぞれの本国との技術的な詰めを行って、日本の市場に合った車を入れていこうと、そういうことをやっております。なるほど。依田さんのところは製品広報部って、他にも広報をやってるところがあるんですか。企業広報みたいなものもあるんですか。そうですね、企業広報、またもしくは報道という区切りをつけておりますけど、3つの部分でやっております。依田さんはもう何年になりました、 BMW は。長いですね。いやいやいや、あなたのお父さんとお友達なんだから、はい、そうですか、もう随分長くやってらっしゃいますね、はい、この頃広報で困ってくることはありませんか。そうですね、困っていることと言いますと、最新の技術がたくさん出てまいりまして、それを一つずつ覚えて皆さんにご説明するのはもう非常に大変ですね。ああ、そうですか、はい、ジャーナリストの方も大変でございます。それでは、BMW Z3 の開発の狙いと、その Z3 という車にはどんな特徴があるのかというのを輸入元の面で伺ってみようと思います。お願いします。はい、ロードスターとは元来アメリカの開拓時代に西部へ向かう一頭立ての滅ぼしのことを指したようです。スピードやパワーを誇示するのではなく、道なき道を行く堅牢な滅ぼしから現代ではオープントップのツーシーターで、2ドアかドアのない軽量の格納式トップ、または取り外し可能のハードトップを備えたものとされているようです。この語源から外観は大きく変化していますが、その言葉の持つスピリットは現代まで十分に継承されているようです。
未開の地に夢を求めて自ら操るロードスター Z3 はそんなスピリットを現実している最新の BMW です。30年代の328や50年代の507、さらには Z1 といったいくつかのエポックメイキングなロードスターを登場させた BMW ですが、こうした伝統を過去として捉えることなく躍動感あふれるデザインとして現代にアレンジ、このスタイリングが Z3 の大きな特徴といえます。パワーバルジを再現し、そのままフェンダーフレアともいえる曲線を描くホイールハウスへとつながるエンジンフード、 Z3 の顔を印象付ける BMW スタイルの特徴的なキドニーグリューとカバーされた4灯式ヘッドライト、さらには507から継承されたサイドスリットをモダンな流線形と伝統的なスタイリングに実現しています。この特徴的なスタイリングも風洞実験を繰り返し、ある程度のスピード域まではサイドウィンドウを下ろした方が快適なクルージングが可能です。この結果、ロングノーズショートデッキというクラシカルなシルエットの中にもモダンな要素が加えられ、ユニークな個性を主張するモデルとして今回皆様にご紹介させていただきます。パワーユニットには最新の4気筒 1.9 リッター DOHC エンジンを採用、すでに3シリーズでご好評いただいているエンジンです。足回りには長年にわたって BMW が研究を重ねてきたセミトレーリングアームを復活、スタイリングのみならず Z3 を操る楽しさを演出することも十分設計に生かされています。これは Z3 が所有を夢見ていただくモデルではなく、操る夢を実現していただくためのモデルとして身近な価格で皆様に提供することにも役立っています。また3月にはオートマチック右ハンドル車の導入も予定されております。ぜひ皆様もご試乗いただき、操る夢を実現してください。はい、ありがとうございました。で、この車にいつものように試乗してまいりました。天気は悪かったんですが、一部オープンで走れって言われまして、それが風の元になったんじゃないかと思ってます。とにかく VTR が撮ってございます。ご覧ください。これは BMW のロードスター、で、名称が Z3、Z3 かもしれません、Z ドライかもしれません、まあとにかく Z のシリーズの3世代目のものという意味だと思います。で、今乗っているのはマニュアルのトランスミッション付きの車です。5速のマニュアルの変速機付きのものに乗っています。で、この他にオートマチックの4スピードのオートマチックのトランスミッション付きもありまして、そのオートマチックの方は右ハンドル、マニュアルの方は左ハンドルというふうになっているようです。で、ホロは布で、ハードトップ、これにつける金物もしくはプラスチック製のトップというものは特に用意されていないようです。あるいはオプションであるのかもしれません。で、エンジンは 1.9 リッターのエンジンで、V8 エンジンの型バンクを使ったような、斜めにこう寝たエンジンでして、そのエンジンの出力は140馬力、まあ 1.9 リッターのエンジンとしては、いい出力の出し方だと思います。今こう乗っている車のエンジンも2リッター近い排気量で4気筒でというと、なんとなくドカドカしそうな感じがするんですが、実にスムーズに伸びます。時速100キロは5速のギアで、3000回転、で時速100キロに達しますが、全体にまあ乗りいいエンジンでして、人はホロ型の2人乗りの車を見るとスポーツカーと言いますが、これはホビーツアラーでしょうね。趣味人が乗る、旅行車というふうに考えた方がいいと思います。気持ちよく走りますし、車自体がそれほど重い車ではありませんし、といっても3シリーズの BMW のセダンに比べれば補強材をたくさん入れなければいけませんから、どうしても重量は重めになるわけですが、それにしても何にしてもうまくまとめられた車だと思います。で、この車は後輪駆動ですから、走り方が素直で、不自然なところがありません。それからハンドルの味も BMW はスポーティーに仕上げるのが得意な会社で、非常に鋭敏な感じのステアリング、
舵の機構になっています。例えば今レーンを変えてみますが、こんな風に実にスムーズに変えられます。で、前の車輪はストラッドという方式で支えていますし、後ろはセミトレーリングアームという方式の足回りで支えられているんですが、日本にもセミトレーリングアームの方式で支える足は随分あったんですけれども、これが妙な癖があるものなんですが、 BMW のこのセミトレーリングアームは、あまり癖を感じません。でそんなところもやっぱりこれはキャリアの差なんでしょうかね。どうも日本的な常識でこのサスペンションにはこんな癖があるんだと思って乗りますと、そうではない嬉しい裏切りがあったりするもんです。乗り味全体は BMW は BMW の味を持ってまして、日本の車のように全部乗り味が違う、それから全部内装のデザインが違うというようなものをヨーロッパは作りませんで、BMW の場合は BMW の乗り味と BMW のデザインというのをどれにも踏襲して、それこそこの頃はもう半分日本語になっていますが、アイデンティティとしています。でこの車も一目見て外から BMW だなと分かるのは顔つきです。キドニーフェイスなんていうんですが、まあこう腎臓の格好をしたグリルを持った、顔っていうんですけれども、まあ、腎臓でも何でもいいんですが、これをずっと続けていまして、いま、だにそのデザインを変えないという点では、ベンツやボルボと同じようなもんだろうと思います。なおこの日本の BMW ジャパンが15年を記念して作った車は900台と限定されているそうですが、Z3 はそれだけではありませんで、他にも作りますから、それも輸入されることになるだろうと思います。BMW の Z3 という、ツーシーターのオープンモデルを山へ持ってきました。でディレクターの要望で、オープンモデルなんだからホロを外して乗れと言うんでホロを畳んだわけですが、このホロの収容は実に、小切れにうまく畳み込めて、さすが作り慣れてるなという感じがします。で私の座高ですと、頭の額の半分から上は風にさらされることになりますね。で、風の巻き込みは思ったより少ないと思います。ハンドリングはこのハンドルの舵の癖ですが、これは後ろの足回りの構造の問題でしょうね。セミトレーリングアームにありがちな、こうあるところから急に神経質に舵が切れるというようなところがあります。ただ関心のことは、まあ、タイヤがいくらか太めっていうこともあるんですが、タイヤの鳴り出しが割合に低いというのは、関心しますね。ブレーキの利き味は、唐突なところがなくて BMW らしいんですが、踏み代部分が少し大きいように思いますね。もう少し踏み代が小さい方がいいかもしれません。まあこれは調整で、好みになるだろうとは思います。ただ荷物の多い旅は多分ダメでしょう。トランクの収容能力が低くて、ゴルフに行くんでもゴルフのキャディバッグ1個、大型だと積み切れないかもしれませんね。燃費のご報告をいたしますと、市街地が3分の1、高速道路3分の1、山岳路3分の1というふうに走りまして、1リットルあたり 9.5 キロ走っておりました。騒音はいつでも計測するところで、計測いたしまして、時速100キロの時にホロを立てまして、
70デシベルプラスマイナス、その70デシベルを中心に行ったり来たりというようなところで、ありました。コマーシャルでございます。相変わらずぶしつけのままやってます。よろしくお願いします。Z3 というんですが、はいはい、Z1 っていうのは出ましたよね、はい、やっぱりオープンモデルで2シーター、はいはい、Z2 が飛んじゃいましたね。そうですね、うん、Z というのは基本的に開発コードというふうに言われておりまして、はい、またなおかつ ドイツ語でいうツークンフト、あの未来というまあ、単語の頭文字だったんですね、うんうん、まあ、それの1号車というのは Z1 でありました、はい、でまあ、Z2 がないというのは我々も実を言うと明らかな理由は聞いてないんですけども、うん、やはり当時はアメリカのマーケットは非常に大きかったですから、例えば日本製のバイクで Z2 というものがあったりとか、またいろいろなイメージで、まあ避けられたのかもしれません。なるほどね、はい、ただ現状では決断ですね。あ、そうですか、はい、じゃあ今度は奇数奇数で行くかもしれませんね。そうですね、そうかもしれないです、うん、そうですか、はい、この車はボンドカーになったんですって。はい、そうなんです。この頃のボンドシリーズ見てませんけれども、はい、これにもなんかいろんな仕掛けが出て機関銃が出てきたりなんかしました。はい、はい、ありました。ああそうですか、はい、こちらの映画の方もですね、はい、欧州車がボンドカーとして出るのはまあ初めてというような、そうでした。ごめんなさい、ドイツ車です。あ、ドイツ車ね。はい、あ、そうですね、はい。英国車は出ましたけどね。はいはい、あ、そうですか、そうですか。で、もう、BMW ジャパンのアニバーサリー、はい、15年記念の車ってみんな完売しちゃったんですって。はい、おかげさまで。あ、そうですか。はい、あと入ってくるのは、そうすると、今、これは記念車ですよね。そうです。はい、これとはどういうふうに違うんですか。はい、一番外観上大きく違いますのがまずタイヤですね。ああ、こちらがですね、はい、スタンダードのモデルですと15インチのタイヤホイールになります。はい、はい、なおかつこちら内装の方になりますが、はい、こちらは本革レザーを使っておりますけども、はい、まあ、合成のレザーになります。あ、そう、はい、この次はあの本物ではなくて、はい、合成です。合成のもの、はいはいはい、さらにはこうセンターコンソール、こちらはウッドを使っておりますけども、はいはい、これは同じような材質のものになってまいります。ああ、そうですか、はい、それじゃあもう木目の、はい、こういう雰囲気はない。ないです。あ、そうですか、はい、大きくはそれぐらいですね。ああ、そうですか、はい、日本のアニバーサリーなんだから日本であれ組み付けてやろうなんていう企画はありませんか。これはですね、やはり我々の方はその製品管理といいましょうか、うん、品質管理や何かを世界的に統一したいというようなものがありますので、うん、例えばそういうものをやろうとするとディーラーへお客様がいらっしゃいまして、うん、お客様がこれをつけたいというようなものをたくさんは用意します、うん、ところがみんな一緒にというような形のものは日本では今のところやったことはないです。ああ、そうですか、はい。BMW はこれまでにこう伝説に残るようないろいろな洒落た、はい、いわばロードスターを作りましたよね、はいはい、でそれはいずれも数が少なかったじゃないですか。少なかったですね、仙台、ね、はい、を超えるなんていうものは、まあ、はい、めったにないというようなもんでしたね、はいはい、今度はどのぐらい作ろうっていうんですか。できるだけたくさん作りたいというのは事実ですね。ああ、はい、じゃあだいぶ様子が変わってきたわけですね。そうですね、うん、過去やはり BMW というのはご存知のようにうん、バイルンモーターワークスという、まあ、ババリアのエンジン工場という、うん、まあ、名前の頭文字を取ったものなんですけども、うん、その中で作り出してきた製品というのは非常に先進的すぎたと言ってしまうとおごった言い方でしょうか、うん、かなり高価なものを使ってかなり変わったものを使ってサードだというふうに出してきたものなんですね、うん、ですからその非常に受けられる範囲というのが小さかったんです、うん、ところがこれだけ、まあ、今このオープン2シーターのマーケットは世界的に大きくなってますから、うん、そちらにたくさん BMW を味わっていただきたい車を作り出してきたのがこの車なんですね。なるほど。もっと縮めて言うならば、趣味で自動車なんか作っちゃいらんないよ、俺たちも企業だ金儲けしなきゃと、こういうことがあるんですよね。早く言えばそうですね、はい、それから前の Z1 はこういう扉じゃありませんでしたよね、はい、こうギュッと沈んでいって、はい、このぐらい、はい、残ってこうどこしようとこうまたぐという乗り方だったんですが、あれじゃあやっぱり具合悪かったんでしょうかね。そうですね、まあ、先ほど来出てる話かもしれませんが、はい、コストの面点もテーマもあります、うん、また実用性というテーマもあります、うん、どうしてもこの車ですと趣味の車に走られる方というのが過去あったかもしれませんけども、うん、どうしても実用性を考えますと、うん、普通の今このヒンジに変わるものというのは今のところないと思います。そうでしょうね、はい、女の方がね長いスカートでこうまたぐっていうのもなんかゾロゾロっと掃除しちゃいますしね、そうですね、短けは見せたくないもの見せちゃうっていうようなことになりますもんね、はい、ああそうですか。で今までに、はい、これは売り始めてからどのぐらいになります？
こちらはですね、10月以来皆さんにご予約販売等や何かでご案内させていただきまして、昨年2ヶ月すでに登録にかかっている数字があるはずです、ですから、今でいうと3ヶ月目4ヶ月目になりますね、4ヶ月目でどのぐらい売れました？過去の数字ですと昨年の2ヶ月でその900台アニバーサリーモデルが全て登録されたようです。ああそう、はい、ああこんなにしかし勢を送れる車ありませんね。すいませんがちょっとエンジンを、これですね。はい、そうです。はい、このエンジンは 1.9リッター、省略して言えば 1.9 リッターですね。はい、しかしこう見てみると 1.9 リッターじゃ満足するスペースじゃないな、まだ余裕がこんなにあるなと思いますね。はい、他のエンジン乗せるものもあるんですか？実はドイツの方ではすでに6気筒が乗ったものをご案内させていただいてます。はい、ただ6気筒、ところがよくご覧いただきますとですね、ここが、アクセル、フロントアクセルですね。はい、前足の中心ね。はい、どうしてもその BMW はその運動性能を、なんて言うんでしょう、目指していきますと50対50というような重量配分を目指してまいりましたから、これより前に出すということはあまりポジティブ、積極的な話ではないんですね。ですからどうしても真ん中へ寄せようとしますと、小さなエンジンとか、またもしくは、あまり前出せない、高性能なエンジンでも少しこう改造が必要になってくると思います。要するに重量をもっと前の方へ持ってってやると、鼻の頭が重くなって、頭をくるっとこう回す性能が落ちると、そんなことが嫌だよとこういうわけですね。でも6気筒ならもうちょっとぐらいですから、まだ後ろにこう上とかけられますね。で V8 だったら、V8 はどうでしょうね。何とも言えないと思います。そうですか。でも BMW がやる気になればそのぐらいのことはやるでしょうね。割合にたっぷりした、エンジンルームですよね。かなり余裕はあると思います。そうですね。でこのエンジンは、3シリーズの車に使っているエンジンと同じですか？全く同じですか？チューニングも、基本的には同じです。基本的には、多少は違うところなんですか？違うというとですね、コンピューターで入るマネジメント程度の話だと思います。例えばその、中身の部品が全くこれとこれでは違うよというものはないはずです。ない、そうするといわゆるマップというものを入れておいて、コンピューター制御でエンジンの回転だとか車にかかっている重さだとかいろんなものを測って適切な燃料を吹く、その吹き方が多少は贅沢かな、こういうことですか？本当に多少の範囲です。そうでしょうか。なるほど。で、これをこのエンジンはこう締めますとですね、この脇にこうエラがついてますね。でこれは以前はここで排気管をこう取り出したりなんかした、エラなんですが、これは何かの役に立ってます？山田さんどうですか？このクラス、このエンジンつけてる限りは、必要ないという、実験結果が出ます。ですから先ほどのように、もう少し大きなエンジンだと、もう少し必要になってくるんで、空気の流れを中でもいじるようにしてます。なるほど。なるほど。乗せるかもわかんない。VR。そんなことない？わかりません。そう。で、この車に乗る人たちはやっぱりマニアですか？いえ、それだけではないと思います。ドイツの方でのいろいろな調査を聞きましても、ファーストカー、要するに自分の持っている、1台だけの車ということで選ばれる方々が非常に多いんです。ですからそのどなたかが大きな車があって、ちょっと、レジャーに行くときに乗ろうという車ではないようですね。それじゃあもうこの車一つしか持たないで、他の車を持たなくて、でこの車で、暮らしてらっしゃる方もいらっしゃる、ということですか。山田さん、専門家の目から見てこの重量とこのサイズとこの出力の車と、このアニバーサリーモデルについている16インチの、かなり太めの225という、タイヤは、アンバランスだと思いませんね。特に運転を楽しむ、しもうと思うと、むしろもう少し幅の狭いタイヤで、ちょうど程よい、スリップをした方が明らかに運転は楽しいと思います。そうですね。これは日本モデル、このアニバーサリーモデルだけですか？この225オプションとしてはこのサイズ用意しております。オプションではある。はい。そうですか。それは6気筒のついた方ですか？いや、全てのモデル、そうですか。Z3 にはもうかなり多くのアクセサリーが設定されてます。そうですか。はい。でこれはオープンモデルですから、箱モデルよりもセダンモデルよりも安全性が保ちにくいと思うんですが、安全性についてはどうですか？はい、
特にこの Z3 を開発するときに、はい、まず第一にあったことが、はい、こういうオープンモデルだからこそより安全性を重視しなくちゃいけないんじゃないか、はい、ということで、はい、ボディそのもの全体の強化もさることながら、はい、特にこの A ピラーといいますけど、はい、この中に非常に頑丈なパイプを入れてあります、はい、それからここにちょっと出っ張りがありますね。ちょうどシートベルトのアンカーになるところですけども、はい、ここにも非常に強い柱が入っております。はあはあ、ですからこれは縦方向にずっと入ってるんですか。はい、そうです。こういうふうに入ってるんじゃなくて、両方ですね。縦と横に入っておりますので、例えばかなり高速で何かの、まあ、事故で車が転がったとしても、うん、この部分っていうのはほとんど変形することはない。したがって運転の方はダメージを受けることも非常に少ないだろうと。それじゃあロールオーバーについてもかなり配慮されてるってことですか。はい、そうです。でここへこうロールバーを特に取り付けるなんてことをしなくても大丈夫と思います。はい、そうですか。それから BMW で不思議な仕掛けといいますと、この頃流行りの英語の頭文字で ASC プラス T ってのがありますね、はい、これはどんな仕掛けですか。はい、まあ略語としてはオートマティックスタビリティコントロール、うん、プラストラクションということなんですけれども、はい、3つぐらいの特徴ございます、はい、1つ目が要するにタイヤがスリップしたらエンジンの出力をすぐに落としてあげると、路面と、駆動のトルクが、はい、アンバランスになって、はい、車輪が余計に回ったりすると、要するにスリップすると、はい、燃料を少なくしちゃう、3つのやり方をやってます。まずやることは点火をいじる、それから点火のタイミングを少し遅らせて出力を即座に落とす。なるほど。そして燃料も落とす。でそれでも効かなく少しにする、はいはい、効かなければスロットルも閉じるという三段階。アクセルなんかどんなに踏んでても、はい、スロットルは自動的にパカッと閉まっちゃう、はい、はは、結局非常に早い時間にそういう制御をしなくちゃいけないものですから、その三段構えで一番最適の条件でいかに早くやるかというのは非常に大事なテーマだったと聞いております。そうでしょうね。でその一方 LSD っていうんですから、これは飲んで夢見るような薬じゃないですよね。リミテッドスリップデフの意味だろうと思いますが、これも効くんですか。はい、実は今の ASC プラス T というのは、はい、今申し上げた出力を落とす他に、うん、例えば片方のタイヤだけが滑ったら、はい、そちらだけブレーキをかけるという。滑るなよとブレーキをかけてやる、はい、でこっち側は滑ってないとそっち側にはブレーキがかからない、はい、うん、それも実はある意味ではデファレンシャルコントロールと同じような働きをします。なるほど。でそれはですから全てフルオートマティックに、うん、そういう滑りを感知しながらやると、うん、でそれは実は非常に運転を楽しみたい方には、うん、邪魔な時もあるので、うん、実はそれをキャンセルするスイッチがございます。スイッチ、はい、ここにあるんですけれども、はい、このスイッチを押すことによって、はい、それは消えます、はい、そしてこれが消えた時に今度は、はい、今言ったリミッティドスリップデフが働きまして、うん、はい、ある程度の滑りをうまく使いながら走る方にはこのスリップをコントロールするためにその LSD がうまく働いてくれると。なるほど、ね、楽しむためにはそちらになるかなと思います。やや暴走族風にテールスライドをさせながら走ろうと思えば、はい、この ASC というやつを切ってしまうと、はい、それで腕達者のやつはそれで走る。で腕に自信はない、だけど乱暴だってやつはこいつを押しといてやると車の方があなたじゃ無理よって言うんで、ブレーキを締めたり外したり、燃料を少しにしたりいろんなことをしながらアクセルをたとえ床まで踏んでいても閉じてしまったりしながら安全を保とうと、こういうわけですか。はい、それは実を言うと一方のお話ですけども、うん、普通に道を走っていれば突然滑りやすい路面に出くわしたり、また今この時期ではその凍結量は何かに突然出くわしますから、失礼いたしました、いくら腕が良くてもというレベルは必ずあると思われます。うん、そうですね。ですからその際の安全装置というふうに考えていただいてもいいと思いますね。この仕掛けはこの頃セダンにもついてるんですね。はい、実を言うとある一つのモデル M3 を除いて BMW 全てついております。ああ、そうですか。はい、そういうのもう少し広報しないといけませんね。はい、どうもありがとうございました。コマーシャルでございます。
で、オートマチックが今度は入ってくるって言いましたね、はい、右ハンドルのオートマチック、はい、オートマチックのトランスミッションは何速のオートマチックですか？4速ですか、はい。でもこの頃ドイツでは5速のトランスミッションというのは随分増えましたね、オートマチックの5速、あれは BMW はいつ頃からどれから搭載し始めますか？あの4気筒は今ほとんどまだ4速ですけれども、はい、6気筒以上の車は全て今5速オートマチックになっております。ああそうですか。そうすると今までの4速のオートマチックのトランスミッションは、はい、4速目がオーバードライブでしたね。今度は5速目がオーバードライブでその下を、小刻みにするんですか？ああそうですか。そうするとトルクの一番いいところで無駄な燃料を食わせないうちに上へ上げてというやり方ですか？はい。クロスレシオのトランスミッションなんてね、まあその古い話をすると恐縮だけども、頼田さんのお父さんが自動車で一生懸命遊んでた頃なんかは4速のトランスミッションでさえクロスレシオって言ったんですからね。それが今 AT でクロスレシオになるって言うんですからね。しかもこいつがだんだん電子制御にドイツも変わってきてるんでしょ。そうすると電子的に最も効率のいい、本当にドイツは3リッターで100キロ走る車近いうちに作るかもしれませんね。BMW も近そうですか？いろいろな方向を試しております。そうです、はい、難しいこと言います。